新羅三郎源義満によって生み出された大刀流柔術は甲斐武田家家伝の武術として脈々と受け継がれてきた。片や会津藩には押し打ちという天中御神武芸が門外不出の秘伝として伝承されていた。会津藩最後の家老である西郷頼母から不正室の武道家武田宗閣がその押し打ちを受け継ぐ。そして明治の半ば、宗閣は大刀流柔術と押し打ちとを融合させ、ここに大刀流合気柔術が誕生する。宗閣の死後、先代の技を継承した三男時宗はその技の一つ一つに名称をつけ、指導体系を確立。大刀流合気柔術は全国に普及し、目覚ましい発展を見せた。大刀流合気柔術本部本部長近藤克幸、幼少の頃より武道の修行に励み、昭和36年武田時宗に師事した近藤は昭和63年に免許皆伝を受ける。平成5年に時宗が他界した翌年、大刀流合気柔術本部本部長に就任。時宗の意思を継ぎ、現在は日本のみならず広く海外へも大刀流合気柔術の普及に努めている。私たち大刀流の中でね、合気という言葉が出てきたのは大刀流側の資料等によりますとですね、多分明治35年に入門されました佐藤先生というのがおります。これ佐藤教授代理というふうに私たちは言うんですけども、この先生がですね、明治の30何年かにですね、日本魂という帝国商部会から出された日本魂という本の中に、項の中にですね、合気の術という項目がございます。そこでですね、記録的には最初に合気という言葉が見出せるのかなというふうに思っております。自分においてはですね、大刀流に席を貸していただいて53、4年になるんですけども、その中で、その合気というものを感じたのはですね、自分の場合は海外のセミナー、特に外国のセミナーでですね、外国人の方と稽古するようになって、合気の必要性というものが実感しましたですね。相手がですね、体格的なことですとかパワーの違いというのは当然ありますよね。それを私どもがその体力、それがパワーで対抗してたら絶対にかなうはずはないんですよね。ですからそれを全て瞬時にですね、相手を無力化するようにしなければ技っていうのは効かないわけですよ。だからそれが合気なんです。私も約50年間ぐらい、兄の稽古相手として最初はですね、稽古をつけていただき、それから宗家武田時宗先生の門下生になりまして、やってる時はその柔術と合気の違いがよくわからない。ただ混然としてやっていって、年数を重ねるごとに少しずつ、あ、これが柔術でこれが合気だったのかな。でも使い方としてはやはり一体としてなければ技としては効かないんだということを最近はもう実感して思いますね。合気の必要性というんでしょうか、技の一つ一つに合気があるということですね。崩しなくして合気なし、合気なくしてその合気柔術もないということだと思うんです。各レベルによってですね、合気というのはいろいろな答え方があると思います。初歩的なですね、段階での合気というのはいかに相手を崩すか、その方法がですね、いかに相手を崩すかというのが合気の、その初歩的な合気だと言えると思います。4つの形があると思うんですね、合気には。一つはその兄が言葉を非常に分かりやすい言葉でいつも説明をされておりますけれども、いわゆる実に対して実の合気、用に対しての用の合気というのがあるわけですね。力が入った時にこちらが用に対してかける合気の技の数々、それから用に対して陰に対で変えて技をかける合気の数々、それから陰に対してこちらが用でかける合気の数々、
と陰に対して陰の4の方形があるわけですね。合気をかける場所はですね、一般的に皆さん手をお使いなんですけれども、指それから肘、まあ、もちろん二の腕前腕もありますし、肩それから腰それから首、そして一番多く使うのは目ですね。目合気というものを使います。眼光で抑える、眼光で誘導するということですね。それから股関節、お尻周り、膝、足を使う場合もございます。で、千変万化の合気の形態というのが出来上がっているわけですね。ですから合気の究極の形態というのは、いつでもどこでも力まずに合気の状態を作り出せるということだと思うんですよ。で、まあ、合気の状態というのは周りが再三言っているみたいに、まあ、いつでも崩せる、すなわちいつでも勝てる状態を作り出す。勝てる状態というのは、まあ、いわゆるいつでも相手を救える状態を作り出すということなんじゃないんでしょうか。いかに相手を崩すかという合気からまず入っていくわけですね。まあ、そのステップから入っていくと割と簡単にですね、合気に触れることができるんだと思います。まあ、それから、まあ、段階的に奥の奥へとだんだん進んでいけば、おのずからですね、自分で合気というものが何だというのが段階的に見えてくると思います。それでは一本取りを解説します。一本取りはまず大東流柔術と大東流合気柔術の違いをお見せします。本来一本取りというのは相手が上段からですね、はい、頭からですね、股間まで一刀両断にするのをですね、素手で捌く技でございます。大東流柔術でやりますと、次は大東流合気柔術です。あった、同じ合気柔術で小具足でいきます。柔術と合気柔術の違いは、接した瞬間に相手が崩れてます。柔術の場合は、この違いが柔術と合気柔術の違いです。
次、車倒し。車倒しというのはやはり接した瞬間に相手を崩します。えい、今のが合気柔術です。これが柔術でやりますと、はっ、はい、合気柔術でやりますと、はっ、へい、おお、あった、はっ。大統領柔術の場合は、はい、持たれます、胸にされる。そしたらば顎、右手は顎へ、左手は肘、肘へ当て身を入れて、大きく手は曲げないで大きく持ち上げて、顔面とまたこう落としますね。で、親指と肘の下を取りながら崩します。で、この時に大事なのは小指をですね、腕間に決めて決めます。次は合気柔術です。持たれてからではなし、相手が接した時には相手が崩れているということが大事です。へい、うう、これはこう取って下から入ります。で、これを相手の方、自分、己の丹田下に持っています。己の丹田下に持っています。あった、ああ、
本来ですね、この十字締めというのは攻撃がですね、立って攻撃するということは武道の常識から言ったらありえないんですね。なぜならば相手が攻撃してやられた瞬間にここでですね、攻撃が逆にできるんですね、こちらがね。ですから相手はちょっと入れ替えますけども、奥襟を取った瞬間にですね、攻撃されるのが怖いですから寝技に入ります。それでここで締めます。ですから持たれた瞬間、接した瞬間に相手に投げられてしまう、それがありますので、必ず相手が来た瞬間にですね、相手が来た瞬間に当て身によって相手を崩します。場所なんですけども、崩す、これはですね、相手投げになるんですけども、崩し投げです。当て身を入れて、このですね、三里のところと、それから左手のこの内側のツボですね、この両方のツボを崩しながら投げます。からくどいようですけども、相手が来た瞬間にはですね、接する前には拳状突起に当てずに入ってます。それで崩しながら投げます。ほっ。今のは大きく出たのは相手の腕を折ってしまいましたのでね、道場では折ることができませんので、もう一度やりますね。合気柔術は接した瞬間に相手を崩してます。とっ、ロックしてそのまま引きます。相手がこうなっていると蹴りが入ってきますから、お尻が中へ入るようにこういう状態で絡めて決めてください。相手の頭の方へ逃げてください。
はい、次は合気柔術。えっ、何っ、はっ、合気柔術の裏落としはですね、呼吸力によって相手を崩します。で、大事なことはですね、手のひらを上に向けるということですね。手のひらを中でやると回転ができませんから、手のひらを上にしてカイナですね、カイナで投げるんです。カイナで投げる、手を上下にしないでね、その場でいいですから、カイナで投げます。カイナ、手を上下させない。はい、えい、はっ、裏落としの合気はですね、呼吸力によって相手を崩します。まあ、ここで言う呼吸力ということなんですけども、物には陰と陽があるようにですね、呼吸にも陰と陽がございます。吸うことを陰とし、吐くこと、止めることをですね、陽とします。剣でもですね、正眼に構える、これは陽ですね。振り上げる、これが陰から、振り下ろす、これが陽ですね。溜める、これが陽。当然突く、これも陽ですね。必ずですね、陽と陰というのがあります。動作にも陽陰あるように、呼吸力にも陽陰があります。で、陰の時にですね、相手が陽で息を吐いて吐いて吸おうとした、吸おうとする瞬間、この瞬間に攻撃をかけますとね、人間というのは動けないんです。陽から陰に変わる刹那に攻撃をする、攻撃するタイミングは必ずそのタイミングで攻撃します。ですから、また投げるときはですね、必ず陽で投げますから、息を止めるか吐く、この場合裏落としの場合は息を吐きます。はっ、吐きます。はっ、こういう感じで呼吸力をやって相手を崩します。この時ですね、この時に足と、相手の足と足の前に入ってですね、自分の膝をですね、己の膝を前に出して、左手をぐっとこっちへ押し付けます。それによって相手が崩れます。それによって崩れたところをですね、腰と腕と頭と首と一緒に振ってですね、相手を切り返します。これが大東流柔術ですね。合気柔術の場合は、相手が接した瞬間に相手を崩します。誘導によって崩します。相手を誘導によって崩して、崩し続け、この入る時もですね、入る時が柔術と合気柔術が大きく変わります。入る時は相手柔術の場合、相手が崩れたままで入ってます。ところが柔術の場合は、入ってから崩します。入ってから崩します。ここが大きな違いだと思います。袖を取ってきますから、袖を取ってきますから、瞬間的にですね、足が千鳥足を踏んでですね、崩します。崩したまま、崩しをキープして、入った時も相手が崩れてます。そのまま引き返します。はっ。
はい、次は愛知柔術。えい、ご覧のようにですね、合気柔術の場合は接した瞬間に相手が崩れてます。えい、はい、柔術の場合は合気柔術の場合はこの違いです。これはですね、相手の肘をですね伸ばすことによって相手を崩します。小手返しの合気にはですね2種類あります。最初のうちやる合気はですね、胸をついて相手を崩します。えい、えい、今のですね、柏手を打ちました。柏手の音と今声を発生させました。音によってですね、相手をびっくりさせて胸をついて相手を崩します。これが一つの方法ですね。それからもう一つの合気はですね、接した瞬間にやはり相手を崩します。この2種類の合気があります。で、大事なことはですね、持たれたらですね、これを自分の腕をですね伸ばすということですね。伸ばす、それから指先も伸ばす。たたたたと相手がそれだけ崩れますからね。これを腕を、自分の腕をですね伸ばさずに、こういうふうな状態で、ここで、まして一番悪いことはですね、ここで手を取らないということですね。手を取ってしまうと相手に返されてしまいますから、いいですね。必ず両手を使って、両手で相手を崩して、腕を伸ばして、指先を伸ばして投げる、そういうことが大事なことです。これも先ほど説明しましたように呼吸力ですから、呼吸を吐きながら技をかけるということです。柔術の手法投げは、はい、相手がつかまれてから相手の手首を痛めます。痛めることによって相手を崩しておいて投げます。次は合気柔術の手法投げ。はい、はい、持たれた瞬間にですね、相手が崩れます。どういうふうに崩れるかといいますと、手首を持って、これをやることによって肘をこうやって伸ばします。肘を伸ばします。左手はやはり相手の肘を伸ばします。肘を伸ばします。相手の腕の延長線上に自分の肘があるよね、これが大事なことです。それを同時にやります。
右手と左手の働きを同時にやります。うわ、この合気ですね、この合気を使うことによって、柔術の場合は先ほど説明しましたように持たれてから痛めます、手首を攻めます。合気柔術の場合は持たれ、接した相手が接した瞬間に相手を崩します。ここが違うんです。ですから当然力はいらないし、それからお年寄りでも女性でも簡単に相手を投げることができます。もう一度やりますよ。柔術、力がいります。はい、合気柔術、この違いです。四方投げ、裏変更ですね。これはですね、相手だけちょっと説明します。誘導によってやはり相手を崩します。相手柔術の四方投げ、相手をですね十分に崩します。持たれた手をこうずーっと崩す、誘導によって持たれてから崩すんではなしに、持たれる前に相手を誘導します。こういう感じで誘導しますね。その時に後ろへ下がると相手がぶつかってしまいますから、体をさばきます。体をさばいて手のひらを上にしてさばきます。手は絶対に前に出さないように、 手はここに置いておきます。前に出したら相手が効かなくなりますからね。手をここに置いて誘導して、このまま崩して体変更で投げます。誘導することによって相手を崩す、これが四方投げの裏です。次は一本取りの裏。一本取りの裏はですね、陽プラス陽、相手の陽に自分の陽をプラスします。相手が打ってくるこの陽に対してですね、さっきは接した瞬間に相手を崩しました。接した瞬間に、はい、もう一度、接した瞬間に相手を崩しました。今度はやはり接した瞬間に相手を崩します。相手のように自分のようをプラスして投げます。ようプラスようです。相手のように呼吸を吐きながら、相手のように対してこのように陽プラス陽、これが合気です。半身投げについて説明します。大東流にはですね、立ち合いというのがございます。立ち合い10本から移動りが10本、から半座半立ちが5本、後ろ取りが5本あります。それぞれですね、立ち合いの意味、移動りの意味、半座半立ちの意味、後ろ取りの意味がございます。立ち合いはですね、お互いに腰が自由な状態で、稽古をやります。移動りはですね、お互いに座った状態でやるんですが、半座半立ちはですね、自分が正座しております。で、相手が立っております。自分が正座するということはですね、腰を使うことが、不自由になります。で、相手は立ってますので自由な状態な
状態ですね。それをですね、いかに自分が不利な状態から有利な状態にするかというのが半身投げの大事なところです。その辺をよく観察しながら見てください。まず相手が自分の右手を制するんで、本来はこういう状態でやるんですが、まあちょっとカメラの都合でですね、心前をちょっと背中を向けます。お許しをこうてやりましょう。大刀流柔術ですね。柔術の場合、相手が引っ張ります。えい、引っ張られた逆らわずこう持っていってですね、決めてこっからこっちへこう投げます。ナイス。柔術の場合は相手が手を持ってからですね、引っ張るんですね。手を持たれてこう引っ張られたそれに逆らわず行って、ここで手首を決めます。ツンと決めて、そのままずっとこっち来て、ここで逆を取ってここで投げます。これが大刀流柔術の半身投げで、合気柔術の場合はですね、相手がですね、こう飛んに来る相手がですね、手をここでこういうふうにですね、手をこうに出してしまうと相手は盤石ですよね。盤石な体勢ですから、それが手がここにあるということは、相手が自分から崩れてくれるわけですね。崩れてきてくれる。それを利用してですね、合気をかけます。で合気をかけます。それでそのままこっちに持ってきて、こっからですね、崩していきます。自分が不利な状態、相手が有利な状態です。ただ唯一ですね、相手が不利な時に置き換えるんですね。自分に有利に置き換えます。ここで決めますね。それでこれツンと決めて、はい、そのまま持ってきて、ここで、はい、これはですね、まさに人生そのものだと思うんですね。人生もですね、自分に不利な場合か有利な場合、相手が有利な場合、その相手が有利なところをですね、少しのところを見計らって自分の有利に置き換えるんですね。それはどこかと言いますと、相手が、はい、取りに来て相手が崩れる、ここでやると崩れないから、ここのところを狙ってくる、相手が崩れてくる、そこをですね、入ります。そこへ入って、それで相手の肩と腕、この一直線上にですね、自分の肘が一直線上にあるということですね。往々にしてね、間違いをやるのはですね、肘を支点にして手をこういうふうに持ってくる、手首をこうに上げる、これはですね、力なんですね。これは力です。力がない人は できませんので、極端に言うと合気をかけるということは、肘から出して、で左手で相手の肘を張ってやる、右手で合気をかけてやる、つん、肘を支点にしてこういうふうにやる、これはですね、力です。これは力。そうではなし、合気をかけてやる。そこをよく見てください。とは裏落としです。裏落としの柔術の技をお見せします。
相手が手首を取ってきます。手首を取ってきて押される、押されたらそれに逆らわずに回転して相手を崩します。やはりその時大事なのは小指の切りなんですね。小指の切り、それからもう一つは手を上げないということですね。手を上げてしまうと、せっかく、はい、相手が崩れてきてくれたのを手でこう上げてしまうと崩れが治ってしまいますから、こう誘導で治ってしまうから投げることができませんのでね、そのままこの水平、畳との手のひらの位置を同じようにして投げてください。はい、手首取って、はい、押す、返す、はっ、今のが、大統領柔術ですね。次は合気柔術ですね。これは相手をですね、誘導して投げます。柔術のいぞりはですね、相手に手首をまず持たせます。持たせてから丹田に力を入れて、丹田に力を入れて呼吸をですね、吐きながら一気にですね、相手を崩します。うん、そこからずっと自分の方へ崩しておいて返して投げます。これが大東流柔術のいぞりです。ほう、わあ、はい、持たれた瞬間に相手を崩します。それで一気にですね、相手を崩して、持たれてから、先ほどもちょっと説明したんですが、肘を中心にして、こういうふうに肘を中心にして手をこういうふうに上げるというのはこう力ですので、いいですよ。こう持ってきてこういうふうにやるのがこう力ですね。さっき柔術でやりましたよね。合気柔術の場合はそうではなしにですね、合気をかけます。うわ、合気をかけるんですね。それを両手でかけます。で、大事なことはですね、自分の指先がですね、相手の腕からこういうふうに飛び出さない、こっちへ飛び出さないですね、こういうふうに飛び出さない。相手の腕に対して指先が密着します。密着します。でそのままこうぐーっと持って、こっちへ上げります。ハンザハンダチ後ろ取りの説明をちょっとさせていただきます。ハンザハンダチにおいても後ろ取りというのはございます。まあ、本来は大東流には先ほど申し上げましたように、いどり、立ち合い、からハンザハンダチ、後ろ取りというふうにあるんですが、このハンザハンダチの中で後ろ取りを一本持ってきております。後ろ取りの稽古の目的は、予知力、洞察力、察知力の稽古をさせます。それがいかに大事かということをですね、後ろ取りにおいて、訓練をさせるんですけども、その予備的に、ハンザハンダチの中にも肩落としで後ろ取りを持ってきております。それでは後ろ取り
肩落としをやります。相手が来ることを察知してですね、察知した瞬間にですね、腕と肩を入れてですね、相手を前に送り込みます。それと同時に肩と右手は肩、左手は腕を取ってですね、自分の右肩を畳につけるように投げます。ハンズハン立ちというのはですね、5本あります。右から来る敵を左に投げます。左から来た敵を右に投げ、前から来る敵を後ろに投げて、後ろから来る敵を前に投げ、最後にですね、前から来る敵を己の陣に落とします。他人数を相手にする技でございますし、5方向に投げるということでね、そういうふうな特徴のある技です。大東流柔術入り身投げ、あった。はい、これはですね、大東流柔術の入り身投げは、相手が持ってきた、それをですね、持ってこのままです、相手の手首を痛めます。痛めながら、はい、真上へ持ってきます。で、そのままこう返して内脈で取ります。この内脈をですね、内脈を取りながら落とします。まあ、下へ落とします。はっ、これが大東流柔術ですね。では大東流合気柔術、真上にですね、真上にこれ斜めに入ると四方投げになってしまいますので、相手を利かしてですね、右手はさっき言ったように相手の肘を伸ばす役目です。相手の肘を、右手はですね、ごめんなさい、右手の役目は相手の肘を伸ばします。左手の役目はやはり相手の肘を伸ばします。一直線、肘が相手の腕と己の腕が一直線、それをですね、右手と左手を同時にやります。で、これを真上にですね、真上に持ち上げて真下に落とします。斜めに入ると四方投げになってしまう。入り身投げは真上に持ち上げて真下に落とします。
ここでですね、肩と肘を使って相手を崩します。瞬間的にですね。相手のですね、やはり同じように入って、ここで返します。手のひらを入ります。そのまま崩して、これはですね、カウンター的にね、入り身的に入るんですけど、カウンター的に相手を崩します。へい、こっち避けながら同時にですね、顎を入ります。これもろにやるとですね、後頭部打って、受け身がちょっと難しいですので、ちょっと受け身はさせませんけども、有効な方です。相手がですね、打ってくるのをそのままですね、相手の力を止めないでね、止めないで、そのまま持ってきて、大きく、これはですね、もっと厳密に言うとですね、これ内脈を取りながら、おった。このまま取りますとですね、歯が自分の方へ向いて切られてしまいますね。ですから歯を避けるためにですね、これは外からじゃなくて内脈へ入ります。内脈へ入りながらこっちへ持ちます。なるほどね。そうすると歯が外へ向きます。そのままこれを取れますから。次は合気柔術の外向け。うっかー、あーいたた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 た。
はい、七里力説明します。はい、相手がついてきます。垂直に避けて相手の顎へ入ります。手のひらはここからこう開いて崩します。と剣がですね、剣が正剣がこうついてくるのが返すとこう低く返りやすくなりますから。で親指の付け根のツボへ押さえて、から肘より上の七里の手を取ります。力はいりません。これだけで十分です。あった。でここは直角です。相手の腕と自分の腕は直角になるよ。でこれ七里というのは四七28キロ、一里が4キロですから28キロ相手を引っ張れるという意味です。確かにですね、この大東流合気柔術というふうに言っていながら、実際に教わる技は大東流柔術の技が多いんです。それでそれをですね、いかに合気柔術に移行していくか、これが私たちその、修行者の一番大事なとこだと思います。大東流柔術の技を大東流合気柔術に移行していくか、それは己がですね、悟りというのは大げさな言い方ですが、気がついて、合気柔術へ移行していく、それが大事なことだと思います。柔術の技と合気の技というのは歴然として違いがあるわけですね。で柔術の技をいかにその上手に使いこなせるかというところに合気の技法というものが必要になります。で大東流の中では柔術の技と合気の技法というものは技術形態として別になっているわけですね。でそれを何度も何度も型という方形の中で練習していく間に、必然的に自分の中で、合気柔術を自由に使いこなせるというふうになるということが大東流の中では非常に必要なことなんじゃないかなというふうに思っております。一つの技、例えば一本取りなら一本取りもですね、大東流柔術の一本取り、それを習ってですね、それが自分のものになったというのは合気柔術でなければいけないんですよ。大東流の一本取りが最初は柔術で習う、それがいつの間にかですね、自分が身につけた段階でそれが合気柔術と言えるものになってなければ大東流ではないということです。自分が今武田時宗からこの大東流を預かりました。それで今こういうふうに細々とやってるんですが、次は弟が引き受けてくれて、弟が次を張ってくれるんですけども、またその段階で弟は弟なりにですね、合気というものを身につけていけば、おのずから私の合気柔術と弟の合気柔術は違ってくると思います。これはですね、同じ大東流です。大東流合気柔術でありながら、当然その解釈の仕方によってですね、合気柔術の技が変わってきますので、それはそれでいいことだと思ってます。私ども武道家は勝つか負けるかという世界の中でそれを鍛えていくというのが武道家の信条として持ってるわけですね。だからその形態の中でどこに勝ちの利点があるのか、要するに合気を使いながらどこにいつも自分の主体性を置いて相手を負けの位置、負けのポジションというものを作っていくかということを連続して考案していくということですね。でそれが日常生活の中で積み重ねていかれれば、自分の生き方として主体性としての自分の人生っていうのは成り立つんじゃないでしょうかね。その辺を理想としながら日夜生きているわけなんですけれども、なかなかそこができないですけれども、私たちは武道の、今言ったように武道家としての武道家の端くれとしてね、修行してるから武道の中の合気みたいなことを言ってますけども、人生の中において、普通の人生の中においても立派に合気というのはあるんですよ。道場で使ってても意味がないんですよ。人生に、最終的には人生に役に立つようなもんでなければいかんということですよ。道場で稽古して道場で生きてるような武道というものは
やっても意味がない。それがですね、稽古した進化が本当のものが人生に役に立つものでなければです。すべからずダメだということです。光を放つ一振りの刀、西郷頼母、武田宗閣、武田時宗、近藤勝之と伝えられるべき宝刀がここにある。すなわち大統領の正当なる継承者のみが持てる象徴でもある。100年以上の年月を経てもその輝きは一向に衰えていない。柔術から合気柔術へ、そして日本から世界へ、大東流合気柔術もまた時代を経てより一層輝きを増そうとしている。正木支部長は本部長代理という立場になっております。The meaning of this attempt is to draw the short Wakizashi sword
and finish the opening.三か条の代表的な技、巻き爪でございます。霞に一度入る五か条技でございます。霞投げ、肘を決める技でございます。一か条受け。囲まれた時、縦切りに対する心構えを私ども大統領では誤報と申しまして、必ず来た相手に対して一方を塞ぐという投げ方をいたします。このように両手を挙げておりますのは次の敵に備えるという意味でございます。切って返すところから切り返しという名前がついております。一度上に崩して相手を決める入り身投げという技でございます。裏に落とすところから裏落としという名前がついております。一本取り受け、そして四方投げでございます。演武しておりますのが長谷川澄江支部長でございます。手が普通に投げているように見えますけれども、襟をぐっと下に押さえまして、相手の縦襟が抜けないようにして合気をかけております。小手返しからの決めでございます。おうおお、いいね、頑張って。合気投げでございます。必ず相手を一度抜かせる、相手を崩す、合気をかけるという。総取りからの足締め決めでございます。イエーイ。このように首をつ
進んで首を断ったということでございますね。戦国のそのままの名残の方が残っている。爪という技でございます。二人に捕まれて同時に二人を押さえる二人と引き落とし、相手が打ってくるのを引いて投げる技でございます。今演舞しております、クリスとブライアン、アメリカメリーランド支部、ゴッズゾーン、支部長のもとに稽古をしております。後ろから取ってくる敵を前に返すという技です。はたは返し、肘くじき、そして切羽でございます。
大統領中高の僧武田宗閣は特に県小野派一刀流と直進化の理由に精通したというふうに言われております。その技法が大統領の技の中にも色濃く残っております。一番先に練習しております大東流一箇条の基本技一本取りの原型でございます。
This technique is my opponent unbalanced by breathing out. Do you understand? Okay, come in. Breathing up. Take it down. It's okay? Okay. Okay. I'm down. に持ち込む、ね、だから当て身が大事だということは分かりますよね。Very important. And 当て身 is a very important. Do you understand? Okay. This side step, this step is no good. More deep. Because.My opponent, right legs, over the leg. This is no good. More. Okay, come in. This side. Kick. Is no good. Isn't it? It's okay. This case is too late.It's no good. This case is no good. Because I'm every time. I'm sorry. Slowly. It's okay. Opponent, this is a Jujijime. Jujijime meaning this is a Newaza. Newaza. It's okay?Too late, no good. Hey! Okay? This technique is my opponent overrun by Atemi. Okay? Okay. Techniques. What is Aiki? Leading. Ne? My opponent unbalanced by leading. Ne? 誘導によって相手を崩す。そこをよく見てください。もう説明した散々。もう説明はしない。盗み取る。My opponent unbalanced kick. Do you understand? Oi, hajime.
This is もっと腰がもっとそう、それでもっとこう下げる。そう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 。それから。そう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 。Yes, yes, open, open. Pound. Yes, yes, yes. This is a punch. This is a punch. Okay.違う。Good. Okay, next thing is the Kotenaish. Alex coming. Hi. Motarete kara, IQ をかけ、相手のかかとが浮きます。As I do the IQ, I raise him off his heels. 普通ですと、はい、普通にやると、No one. This is no good.これが合気です、ね、あよし、OK、This is a jiu-jitsu technique. This technique is a jiu-jitsu. This technique is jiu-jitsu. Aiki. Aiki. My elbow, my neck, wrist.Aiki, Aiki, thumb, little fingers, my opponent elbow straight, no bent, elbow is a bent, is a no good. Good, no good, no good.No power. Technique is no power. Because a young man and a big guy is a power is a good. But old man, ladies, no power. But Aiki is a technique only. No power. Power is a no good. Technique is very important. Shihonari, ura.You do leading. こっちこうリードする。はいよ。これリードだよね。はい、リードします。はい。チェリードです。ね。今度は両手使います。両手使って、リードして、こっちは十分崩しておいて、そのままこっちで入り投げます。いいですか？誘導で、誘導で相手を崩します。はい、それから一本取り裏、ようプラスよう、相手のようにこのように自分のようプラスしますね、それではい決める、はっ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 、
more opponent, more unbalance. More unbalance. Okay? Okay. でその点数を聞きます。OK、80ポイントアップ、80ポイントダウン。What point? 75ダウン。OK、75。It's okay? Eighty point up. Eighty point down. Okay. What point? 70. Okay. 70になります。安定。はい、80ポイントアップ。オッケー。あ、チェンジ。80ポイントアップ。まばたきしない、まばたき。まばたきしないでずっと見てるわって、全然まばたきすんじゃないよな。いいか？その薬も訓練だからな。よし。60点、合格点足してないよ。止めるのがいけない。止めないでこのままこうスーッとこう持ってくんだよ。止めない、止めない、そこでこう来てそのままスッとやる。止めたからいけない。まず問題点を話しましょう。全部が力で決めるところも全部力でやってた。力でやってた。逆打席に関しては、肘が上がってるわけ。逆打席で、for example, Neil is very tall. I can not show me. It's very difficult for Neil's force. Neil, 自分より圧倒的に強いだったり、どうやって非常に。いい質問だよね。例えば、よし。このぐらい？このぐらいでいい？このぐらいの差だったら、まずこれ入って、これ入って。これでこう入って、こっち持ってくれ。これで持ってくれ。身長関係ない。だからそのために指示ある。それから
みんなのね、もう一つの共通の悪いところは、この首藤の腕でここでやってるよ、ね、ここでやるんだ、ここで、はい、首藤詰めの時に行動が遅くて、あの相手の手を手にかかることができて、決められなかった、うんうん、首藤詰めはね、往々にしてね、小指が死んでんですよ。小指をもっと生かすんです、はい、これをみんなこうやって大きくこういうふうにやっちゃう、大きく、はい、これはダメなんです、これは。ここでちょっとこういうふうになる、ほら、はい、でお尻がつかなきゃダメ、はい、で悪いポイントはここでこうやってこうやってお尻がまだ生きてる、はい、ほら、はい、小指が生きてない、小指が入ってないから、お尻がどうなる？ちょっとやってください、ほら。お尻が生きてるでしょ。そう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 。それもっと、それで、はい、もう一度やって。そうそう、それでその時に。手が伸びる、そうそうそう、そして効く、これ女性でもできるんだから、技が効けばね、はい、OK、 分かりましたね、はい、よし、いいよ、はい、じゃあ今のことをよく反省してもう一度じゃあやってみよう、いいね、はい、はい、始め、よし、こうやって、今度やってごらん、は上にはいけるけども下にいけない、だから間が大事、間、This ma best his distance but大統領柔術をやる、受けの方もよく見とけよ、どういうふうにやるのか、はい、相手が引っ張る、プー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 、次は合気柔術、肘を中心にこういうふうに上げるの、これ柔術なんですよ、肘を中心に上げる力なんです、これはね、パワーのある人はできる、でもパワーのない年寄りだとかご婦人の場合はできませんよ、これパワーですね、さもなければんたこういうふうにやる、これはもう柔術ですね、相手をこっち呼んで右から来た敵を左に投げて、まっすぐ左、
はい、そして次は左から来る敵を裏落とし、裏落としプリーズ。誘導でこっちリーディングで投げて、はい、もう一度悪いのはここで取らして、こうやってそこからこうやってこっちこう、あれよいしょ、あれよいしょ、こうなってね。悪いのはそういう手を出しちゃうからいけない。せっかく相手が崩れてくれるんだから手を取りに来る、はい、OK、 崩れてくる、そこをリードしてやる。膝は一切立てない。はい、次イゾリ、よっと、うっ、ダメだ、動かない、これトゥレイ、これはディズノーアイキね。これアイキが実際にですね道場で、道場の仲間でやってる時はこうやって効くかもわかんない。だけど実際にこういうふうにね、力のある人、パワーのある人とやったら絶対に効かない。アイキを使うんです、アイキ柔術を使う。よく見てください、アイキのあれは親指と小指を使う、それから脇を上げない、脇を攻める、それから相手の腕に対して自分の指がこういうふうに出ない。いいですね、はい、もう一度、はい、来て、合気柔術、せっかく相手が崩れてくれ、ほら、ここだと盤石でしょ、ここだと盤石、よくね、来るのをこうやって持たせる、こっからやろうと、これ、相手が盤石なんですから、無理なんです、ここでね、こういうふうに持たせたら絶対にダメ、これもう逆にやられてしまう、これだ、相手が盤石なんだから、せっかく崩れてる、ここへ利用してやる、おら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 。はい、ますもせっかく相手が崩れてくれるんだから、この崩れてくれるタイミングを利用して合気をかけてやる、ほら、それで自分の指先がこっちへ 出ちゃダメ、それから手開いちゃダメ、こうダメね、ふっ、わかりました、はい、よし、わかったね、そうだよな、はい、それで当て身を入れる、はい、いいよ、いいよ、はっ、はっ、よし、いいだろう、うん、よし、2箇所直します、はい、はい、いいよ、今、インに入ることはいいですよね、相手が、これがヨウだよね、はい、で振り上げるのが、振り上げて、これがインだよね、で、これ下ろすのがヨウ、ね、ヨウ、イン、ヨウ、そうすると入るのはインに入るんだからここで入るよね、はい、ここまではいいね、これここまではいいよ、ちょっとこっち来てくれる、はい、ルキアで、ここでですね、こういう風にちょっと入ってるんですよ、はい、こう入ってると力がある人はこれをですね返してしまう、返します。だからその時に大事なことは、こう入った時にこのツボが、あ、今こう入ってない、ごめんなさい、こう入った時に肘のこのツボ、これ、こっちです、この肘のツボですよ、こう、この肘のこのツボ、はい、ここへ入る、それともう一つは手の甲、手の甲をこういうふうに取ります、はい、だからちょっとこういうふうに入っちゃいけない、手の甲、そうすると肘がですね、こう伸びます、ほら、こういうふうに、そうするともう逃げられないでしょ、はい、これがこういう風に入ってしまうと逃げられる、肘曲げてごらん、肘曲げて、曲げて逃げられる、はい、
だからこれをですね、こう入ったらこっち入るんです、これここを持ってこう入るんですよ。人も逃げられないでしょ、これだと。もうほらで、ここで暴れるとクッとやれば折れますから、はい、このツボ、このツボ、はい、このツボをこじる。で腕でこじってもダメなんだから、腕でこうやってこじったら全然効かない。これをこれで一人でこじるの、一人で。ここでこれをこのツボをここ、はい、このツボをこうやったんじゃ効かないんですよ、はい、ここでやるの、ここで、はい、これでこじる、ここで、それでこれでこじって、これでこっちへ上げるから、はい、これを下げて、これはこっち切ったら、はい、そこで回転するから、はい、ね、はい、そうそうそう、違う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 、だからこうだ、こうで、こういう速さ、逆だと、こう、こうじゃない、こう来てごらん、こう来たやつをこれも持たれてしまうと下がる、持たれた瞬間にこう、こう、だ手をって出さないで、手をこのこう来るのを誘導しながら、これをポッとこう下がって、だから相手が崩れない。で、これでこういう風にやると治っちゃうだろう。ね、これだから治んない。崩したまんまでこう下がってこう持ってくる。だからここでこういう風にせっかく崩した。せっかくここでこうやって崩した。これをこういう風にやると治っちゃう。これダメなんだ。崩し続けるんだろ。崩し続けるからこのままこっち持ってくる。はい、始まり。はい、始まり。はい、始まり。はい。
じゃあとりあえず後輩を審査100回受け身飛ば、はい、飛ばせろ。よし、よかった。はい、おめでとう。はい、何しろ合格した人全員おめでとう。ありがとうございます。